有効とは、漢方薬の製材過程において、薬剤から不要な成分を除いて、有効成分を抽出する便宜のため、あるいはその毒性の軽減などを目的として、一定の加工調整を行うこと。古代中国において、複数の木薬を豆腐の中に入れて、水や酒などを加えて煮沸することで木薬を熟薬に変えて、 福味役としての性格を有した湯液を作る技術が発生した。式や感情などでは、院の料理人で後に政治家となったこれまさが料理の技術をもって湯液を作る技術を発明したと伝えている。これが法制の最も古い形態の一つであったと考えられている。その後に書かれた皇帝内教や新能本造業といった医学書、 本蔵書にも法制のための様々な方法が取り上げられている。五冠の長期が書いた小冠蔵病論は法制についての記述を重視している。同書ではその具体的な方法として、法、者、孔、者、酒洗い、さ、生草、作官、殺伏、殺心、さ、活よだれ、作家は仙、さ、足頭、作家は白、歳、節、水つけ、 昭和理性などの方法が記されている。また、薬剤の性格によって煮る液体を酒や蜜井戸水などに変えたり、煮るために薬剤を入れる順番の前後や布に包んだり、事前に水に浸すなどの処置を施す、必要性があることを指摘している。病状とその性格に応じて、湯液を用いるか、丸剤や散剤を用いるかで違うことを述べている。続いて、南朝層の雷。 画法性を扱った、船長である、来航、放射論を表した。彼は、薬剤の性格と二号、放射、周知を密接に関連づけて体系化したほか、新たな方法として、炒め、火、土、服、爆などを紹介した。他にも浸したり煮たりする液体としては、水以外にも、塩水、晶水、米水、酒、酢、肝臓水、 渦など用途に応じて使い分け、炙る前に蜂蜜や素、イノシシ油、王染などをつけると別の効果を発揮するとしている。さらに水だけではなく、酒や王染で蒸す方法なども紹介した。層に入ると技術の進歩によって酢などの新たな方法も生み出され、従来の分野でも技術革新が進んだ。明の典型2年に僕のぞみようが出した放射応を表し、 雷の説を元にしながら17の方法に整理した。これを法制17条と呼んだ。この考え方は後世にも大きな影響を与えた。ありがとうございます。